の、まあ、大変な時に、で美術館の役割は何か、もしくはアートの役割とは何かというようなことが問われている時に、まあ、こうした長いキャリアを持つ大変力強い展覧会で美術館を再開できることは、まあ、大変良かったなと思っています。まあ、村上さんを中心として、まあ、理論化してきた人たちがその大衆文化サブカルチャーというものを現代美術のコンテクストに入れてきたんですね。でそのことで、まあ、3つ目の矢が生まれて、で新しい日本の現代美術像というものが海外から見ても見えてくるようになったと。では、リー・ウーファン、宮島達夫、杉本博司といったようなまあ、ミニマリズムの、伝統、まあ、もしくはそうした美学は日本の伝統の中にもありますので、まあ、そうしたまあ、観点を美術の作品の中に投影している人たちというのも根強くいますから、一言では語れなくて、まあ、常に両義性もしくはまあ多様性があるといったようなところが日本の美術の強みではないかなというふうに。日本の美術はですね、海外からの評価という意味では戦後を長いこと、西洋が中心に現代美術を牽引してきましたから、その前衛を追うのか、もしくは日本独自の伝統のスタイルを踏襲するのかっていう、その前衛か伝統なのかという2つの拮抗する関係でずっと議論が進んでいました。